どうも、2021年、大晦日、はい、本日最後の営業日です。ブックアイランドジュニアイルマ店は、毎日営業してるんでね、今日も短縮ですけど営業してます。1年間、2021年は、まあ、コロナに襲われて大変苦しい状況の中、それでもカードゲームは巣ごもり需要もあってぐんぐん伸びた、いいことだ。まあ、ポケモンカードがすごい人気だったっていうのもあるけどね。でおかげさまでうちの店もなんとかコロナで大変だと言われてる中では、まあ業界的にね、その世間一般と比べればコロナの被害も少なく助かりました。ありがとうございます。で、10月からはね、解除になってから大会とかも再開して、みんなも結構こう遊びに来てくれるようになって非常に喜ばしいんですが、まだまだ油断の許さない状況なんかね、徐々に増えてくるとか、来年はどうなるかわからないけれども、でもコロナなんかいつかどっかで消えるはずなんだよ。だからコロナが終わったらさ、きっとみんなこの今まで我慢してた分バーンって爆発するような明るい時代がやってくるって僕は思ってるから、すごくそれが楽しみだから、それまでみんな本当にね、なんだろうな、その楽しい時代を生きるためにも今は体調管理、死なないように頑張ろうよ。僕も死なないように、頑張っていきたいと思います。で、2021年中に本当に皆さんにお世話になったということを、お礼申し上げます。ありがとうございます。本当はね、感謝の気持ちを込めてこういうセールをやるぜとか、なんかこういうのもやりたいんだけど、まあまだそのちょっとあまり人集めるのも怖いじゃないか、まあぼちぼちやり始めてはいるけど、だからちょっとまだ様子を見ながらっていう形でね、やっていきたいと思います。なんだっけな、あとなんか報告することある街なんか。おお、なんか急に来ましたね。なんかあるかな。これ突発的にやってるからもう何も考えてないんですね。これは、そうね、まあでもね、なんだろうな、悪い感じじゃないよ、徐々に病状が良くなっていく感じ。ほら体調で言うとさ、風邪ひいてすっげえ寝込んでる時って本当にもう何も考えられないぐらい調子悪いけど、それがだんだん良くなってくるとちょっと気持ちも晴れてくるじゃん。だそれに近い感じを感じます。なので、皆さん、今年1年頑張ったから、僕も含めてみんな頑張ったから、来年はもっとハッピーになれると思いますので、それを楽しみに年を越しましょうよ。はい、はい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました。じゃあまた見てね。ありがとうございます。